さあ始まりました、コンビ愛を確かめよう。どうも、何回目か忘れましたけどお久しぶりです。ブーム大陸渡辺です。ブーム大陸山崎おしるこです。はい、お願いします。嬉しいな。嬉しいですよ。嬉しいな、嬉しいな。で、今回は、MC いきます。今回はコンビ愛を確かめる企画です。様々な質問に答えてどれだけ回答が一致するかでコンビ愛を見ていく、神保町吉本漫才劇場公式チャンネルの動画になっております。自信はありますか？もちろん自信はありますか。最初ちょっとね、小手先調べで、うん、1問目私から。はい、こちらの私のサイン、うん、これ何歳の時に考えたサインでしょう、うんうん、中2。正解は小学校3年生でした。小3でサイン持ってた、えぐいや普通。あ、ちょっと雲行き怪しいか。ちょ、なんで星入ってるから中2かな思った。いや、星入った小学生やろ。星入った中2やろ。なんで小学生最後って言ってますけれども言ってますけれども、正直、俺ほんまに自信ある、はい、マジでやっていきましょうよ。うん、早速。はい、なんかコンビ愛に関するエピソードなどあればって書いてるから。まあでも言うて私ら組んでさ、いや、そう、1年ちょい、まあ、ガチリだし1年ガチリだ。その大阪の時やっぱりそう、彼あなただけで私もうガチってるみたいな。違う、だからその彼だけに、うん、後半はね、その東京に向けて、いっぱいバイトしてたんでガチリだし1年。コンビニが焦っちゃ浅いんで、うん、まあ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 、だからいけるよ。はい、行きましょう。正直、はい、お願いします。お願いします。2人が初めて出会った場所は、でも多分出てんじゃん、この辺にピッて。初めて出会った場所、出会った場所、これそのちょっと狭めんのとかありなのかな。だって NSC とかだっておもんないもんな普通に。いや、こう狭め、こう喋るの やめよう。そのマジで、自分でその質問の意図も全部汲み取った上で、うん、うわ、出会うっていう概念をまず先に前提を決めない、私の中で決める。出会うっていう、もうちょい狭めたらええやほんならもう。それ違うとか目線が合うとか喋るとか。目線があった場所覚えてるわけない、そんな。まだ会ってないですからね。うん、で、マッキーこうマッキーこうマッキーこう狭し、狭しマッキーこうびっくりしたわ。もう俺ほんまボケへんで普通に。はいはい、いきます。せーの、桜川の喫茶店、大教室、 NSC。 じゃあやめよう言うたやん。はじゃあ NSC 厳しいって。ええじゃあもうええわ。あれやろ、聞いて、なんで今これあれやん、全員敵と思ってた、激闘狩り時代のやつだろ NSC の。だからさ、そこで多分ね、会話とかなんかちょっとしてるんですよ。新スプリント面白いなみたいな、当時の、当時のね、コンビ。そうそう、一番最初にね、小屋敷2組でちょっと面白いみたいな、はい、なんかですれ違って、なんかいや、多分話してるね、なんかしゃべったと思うんですけど、何も覚えてないですけど、それじゃない、やっぱり。まあまあまあ、確かにな。桜川の喫茶店、桜、だからその最近すぎる。で、俺そのガチリ出して、なんかガチリ出して、ガチリ出しての、こっちに合わせなあかんね、そのガチリ出しての桜川の、わからん。あ、次行きましょう。なるほどね、こっからね、ちょっと、まあ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 。2問目、一番好きなネタは。ああ、なるほど、もう1個も狭めんのやめよう。俺これいけると思うな、マジで。その片方にこれ結構合わすとか、もうやめる、合わす作戦とか。合わす作戦、まっすぐで合うかどうか。まっすぐでいこう、こんなん一番まっすぐいきたい。俺これまっすぐ合ってんのとか多分結構熱いと思うで。はい、いける？うん。せーの、ゴキブリ。パソコン。ええー！全然あって。確かに迷ったよ。うん。確かに迷いましたけど、うん、まあ、パソコンって言ってるけど、パソコンのじゃないですけど、別に内容。うん、なんか。で、結局これも。もともと一番最初、うん。確かに。最近やってるんですけど、うん、一番最初に私が書いたネタなんですよ。そう。確かに。それを今直してやったりしてるんで、ちょっと思い出があります私の中で。いやー、ちゃうやん。そのこっち来て、こっち来てたから、でもこっち来てガチリ出したって全部言ってカッコに、こっち来てガチリ出してから一番好きなみたいな。でゴキブリなんか、ガチリ出したよ、わかんない、大変わかんない。一番あれやん、言ったらさ、もう2人のもうおしるこが言いたいこと言って、もう俺が言いたいこと言ってのやつや、あれが。まあまあ、そのやってて別に好きですし楽しいです。ゴキブリもね、わし虫好きですから。そうやし、なんかそのほんまにわかったわかった、そう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 、次ね、次合わせるから、うん、もうちょい次狭めるわ、落ち着きなさい、勘弁してくれもう次お願いします。定番のネタ合わせの場所、これはこれはもう絶対そう、事実だから、うん、合わせるとかじゃ、うん、
でもそのちょこれ大書きたくない、まあまあ書いていいか、うん、おー、はい、なんかあんま詳しく書きすぎるんで いいえバレるで、はい、はい、いきます、せーの、ラスト、はい、これも事実なんで、これはもう事実、はい、正直スカイラクグループの皆さんいつもお世話になっております、うん、ありがとうございます、いやほんまにそのな、いつもその、はい、飯とセットドリンクバーで頼んだらめっちゃ安なんのに、何単品のドリンクバーばっか行ってる、飯食わんもん、じゃ飯食うとけ、だからコーンスープと、じゃコーンスープとドリンクバーはやばいわ、それめっちゃ渋すぎるけど、とかってなんかダイエットしてるからってなんか変なスープとかなんかヨーグルトだけしか食わへん時あるやん、あれもキモいね、あの時に頑張ってるなって思う、結局飯めっちゃ食うてるし、うん、飯うまいから、ガスめちゃくちゃうまい、じゃあ次お願いします、一個あったからね、あーこれも出番前に必ずすること、これマジ俺に合わせて、え、これコンビ、待ってよ、誰がすることを合わせる、これ渡辺くんが、いや 俺にしよう、俺にしよう、だっておしるこなんかもだってタバコで絶対合うもん、まあまあまあ別に吸わない日もありますし、あんま決まってないんで私は、うん、じゃあ分かった、渡辺くんが必ずすること、俺、うん、え、これ一言一句あってたら俺ほんまに嬉しい、マジ頼む、いっぱい書いた、ねえ言うてますけども、決まったよ、ねえ、決まったよ、俺が繋いでおくわ、まあ、だそのタバコ吸う人とかはね、結局その出番前にこうタバコ吸ってこう気持ちを落ち着かしてみたいな、僕タバコ吸わないんで、うん、でもやっぱこんなに書いてくれてることが嬉しい、かけてまうのがちょっと嫌なぐらい、いくで、はい、せーの、はい、いっぱい水飲んでいっぱいトイレ行ってその場ダッシュ、はい、トイレに3回廊下をうろうろジャンプ15回かましてきますわ、はい正解、正解これ、はい正解、これ正解、もうだって全部合ってるこれ合ってる、これか判定どうですか、これ合って、これ合ってますかね、なんで、いやこれ本当にやってるんですよ、うん、マジ全部、いやそうほんまにこれトイレ水飲んでトイレめっちゃ行ってうろ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 して、うん、でその袖とかで、あの本当にうっしうっしやって、そんでなんか社員さんとか、うん、後輩とかにあ、かましてきますわ、かましてきますわ、やってますわって、そのなんかっていう、なんか嫌な人が嫌なこと全部やってる、うせやろ、ええやん別にけどほんまにそのさやねんな、いっぱい水飲んでいっぱいトイレがもうその場出したかもな、まあ、それ正解にやるもな、結構難しい、自分でかましてきますわとかも書いてないからさ、うん、やっぱ無自覚、うん、あのもう言ってる記憶とかあんまないだったんじゃないですか、うん、合ってないかもこれ、でもその M1 の時とかな、その場出し頑張りすぎて出てた瞬間にネタ全部通ったらお前、うん、びっくりしたお前、その場出し激しく、でもやっぱこう気合入れていきたいな、こういっぱいうろじろしてから、これはどうですか、まあでも合ってないか、厳密に言ったら合ってないか、これは、うん、ねちょっとまだ4問目で1問1個合うと思っててんけどな、じゃあ次お願いします、思い出のお店思い出のお店、思い出のお店、思い出のお店、ガストとか以外でお店、別にガスト思い出のお店ちゃうやろまだ現役か、うん、現役ガストだからまだ思い出にはねなってないし、正直完璧、そのこれもう末期濃すぎて、そのもう消した時にその考えられへんぐらいなんか黒の粉みたいなのできてるけど、まあ大丈夫、その俺が伝えとくほんならそのいっぱい何もでお店、うん、いやもうそんないけるよそんな、いけるいける、で NSC 時代とかな、うん、そ俺もうスッと出てこうへん、なんかはい、いける、あちゃうかな、間違っててごめん、せーの、はい、桜川の喫茶店、キッフェルみたいな名前のその、え、喫茶店どこ、え、これ大阪の時の、これ、いや、難波の地下の地下街の、あっこかい、よくね、あそこでネタ合わせしてた、あっこ、桜川、逆に桜川の喫茶店ってどれ、じゃあ桜川の喫茶店だから もともと住んでた場所の私のマンションの下のの下で、あそこあんま集まっ、じゃあ一番最初これやって、え、一番最初これ、これあれやろ、だからもう こんなんして座るなあかん、そうガチってる時期、ガチに出した時期、いやこれガチに出してへん時期え、でもこれからその向こう行ってガチに出すって話してた時期、これなんか東の方行ってガチに出すみたいな、東の方行ってガチに出すって、こっちの方が濃かった、こう長かった、キングオブコントとか M1 とかもここで、まあまあまあ確かにそうやけど、ね、頑張って作って、バリ狭い喫茶店な、うん、狭い、狭くてタバコが吸えるから、うん、バリ狭い、もう基本だからタバコ吸える喫茶店ばっかり選ばれるから、ほんまわーちょっとそうや、いやまあまあまあそうやけど、けどなんかピンときてなくて、俺だからこれでもほんまスタートの地やと思うで、
スタートの地、うん、こっからそうです。私が前住んでたマンションの下が喫茶店だったんです。そう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 、有名な。そっから、はい、じゃあ次お願いします。やっぱ1個も合ってへんよ。ガスト合ってるから。あ、ほんまや。コンビでお世話になってる先輩何組かおるぞ。コンビでってなってきたら、コンビでこれやばい、間違えたらその先輩にもやばいし、やばいな。いや、まあまあ別にええんちゃう。うわぁ、うわ、コンビでって意外とむずいかもな。何回かね、一、まあ、回ずつあったりとか。感覚でいこうや。でもいろんな意味でみたいな、トータル、総合的に、総合的に、うん、ちょっと待って。いや、いいよ。だからその割とだから自分でというか、結構な別やったりするよな、誘ってもらえる先輩。まあまあまあ、でも全然そうです。全然だから俺一緒に飯行ける。はいはい、一緒に行く時もありますもんね。そう、全然だから一緒に飯行けるタイプではないけど、俺これ合うと思うな。ある意味、うん、ある意味、ある意味とかで大丈夫か。行くぞ、はい、せーの、パロパロさん。土屋さん。もうじゃあもう嘘ついてるやん。そう、神保町で探してたから。いや、土屋さん、あ、そうか、土屋さんはそう、ネタのね、相談とかを、まあ、この間聞いて、コンビで相談して、聞いたりしてくれてて。いや、し、その、ごめん、キンキンの、やっぱ思い出がそれだったんで。コンビでってなったら、パロパロさん、無限大やったら、それは確かにパロパロさんですよ。まあまあ、確かに、それは確かにそうやな、俺もそうやったけど。まあまあ、まあ、そうやったら、そうか。まあ、パロパロさん、まあ別に、まあいいや。まあいいや。はい。まあいいや、あんな仲良くしてる。仲良すぎて、うん。失礼こいてもまあいいやって。大久保さんありえへんぐらいお知り子のこと好きやね、多分。ありえへんぐらい、いや、そのぐらいの人を神保町でも、はい、うん、作りたいです。あ、確かにな。まあ、勝山さんとかよかったけど、ちょっとさすがに俺が行き過ぎてるわ。そうって感じだから、うん、そうなんだ。次お願いします。組んで一番嬉しかったこと。ちょっとさっきのじゃあ、もう全部ヒント、全部ヒント、今までのが全部、うん、え、もうこれな、多分10問中7問目やけど、こう今までの全部ヒントにして答えてねっていうか、多分伏線回収のええ問題。それもちろんね、嬉しかったこといっぱいあります。うん、どれだっつ、今の嬉しいわ、どれだっつ話。いや、それはあります、うん、だから悩んでるんです、うん、今のが、ね、早いな、一番嬉しい。で書くの、うん、当たり前やん、はい、全部パッと出てきたん言うてんの俺、すんごい、そんなんす、うん、嬉しい。早押しとかしない、ないから。なんか。うん。はいはいはい、はい。いける？なんか文字数多分一緒。オッケーオッケーオッケー。せーの、はい、ガチャリガセブ。西田さんのライブで渡辺くんのコーナー。はっ、まあ正解か。じゃあ一旦。じゃあじゃあじゃあ。はっ、ガチリ出せる？じゃあだから。どういうこと？まあまあ、じゃあじゃあじゃあ、マジ。これ。じゃあマジ。さあ私。じゃあマジ。じゃあマジ。何がマジ？じゃあもうタトカホンが。どういうこと？いや、タトカじゃない。その別に。じゃあだから。恥ずかくないです。はい、そのカメラ移動せなあかんかったら僕は座ります。どういうガチリちょっと。だから合うわけない。だから結構でその山盛りあるやん、もう思い出なんかいっぱいあるやん。まあ、そういっぱいあって、でも結局根本ってそう同じタイミングに解散して、で俺らもう言われてるやん、もうえげつながり不作の木みたいな。そっから遡る。そうだから、もうそれで、あ、もう今後そのコンビ組んでまともに活動するの無理ちゃうかなぐらいの段階。まあ、だいぶね、絶望的でしたけど、うん、しかもその1個前のさ、うん、まあ、いろいろぐちゃぐちゃってなったから、あ、もう一回ガチリ出せんねやって、そのこれが一番嬉しかったマジで。いや、組んでから思った出来事とか、うん、そのなんか、そのマインドとかニュアンスというか、そうそうそう、捉え方とか、いや、合わせれんって。いや、これマジ嬉しかったな。いや、これ本当に私もやっぱその、なんていうんですか、無限大の方々とか、うん、上の兄さんらに、うん、と私ら接点あったりするんですけど、うん、渡辺くん、まあ、ないからな、相方どんなやつなんとかやっぱ結構喋ったりして、確かにその面白さをなんか伝わなんてこう伝え分かりやすく伝えれるっていうのが、そのなんていうんですか、呼んでもらって無限大で西田さんの、うん、でなんか渡辺くんのプロフィールクイズみたいな、うん、みんな先輩らが当てていくみたいな、最高やったなマジで。そんなんしてくれるんがやっぱこう普通にコンビとして一番ありがたいなっていうので、いやし、これを書いたんで、コンビ組んで一番嬉しかったことで、そのこっちがフューチャーされたことを書いてんのもほんまにええやつ。だからガチリ出せるとか書いてるのがやばいですよ。じゃあでもそのなんていうの、じゃあこうざっくりで捉えてたわ、かんどっち上げやマジで。いや、これめっちゃ嬉しかった。ホールね、初めてネタも出させてもらって、本当に、うん、じゃあこれ私合わせに行ってるんですよ。
あなたが一人でどっか行くんですよ。勝手に。ちょ、まだいける。8、90、はい、うん。あと3、ね、3、あと2問。コンビ最大の喧嘩は。喧嘩。喧嘩あませんもんな。喧嘩っていうかね。まあ。何やろ。いける？はい。せーの、はい。こないだ泣いた。うん、冗談ネタでした。あ、これ一緒です。これ一緒です。やったー、ね、正解。まあ、ちょっと。いろいろありました。喧嘩には別に私はならないですよ。二人とも泣いちゃうんですよ。ええの言うてええの。喧嘩ってこうじゃないですか、うん、そんなんは本当ならない。俺はもう別にいいけど、お尻意外と泣くとか言って。いやでもそれを経てもうキンキンすぎるから。まあ確かに、まあ、そのネタ見せでそのなんか考え方がちゃうくてこうなんか俺はこっちがしたいみたいな、お尻ここっちしたいみたいなんで周りにガヤでやんや言われすぎて、お前らあれ解散かみたいな。そう、なんかこんな意見あれってこう林立てられたんが悔しくて、よ5回のネタ見せなやっててんけど4回戻ってキングに背中させられて号泣。そうやっぱね、そのみんな周りのキングとかも優しいし、そうマジで同期のおかげで。そう、しかもその普段別にあんま喧嘩せえへんから、喧嘩っていうかなんか言い合いもないもんな。ない。で次の日言っていい、何で次の日またあのいつものガスと集まってあの2人とも号泣マジ2人とも泣きながら、傍から見たら本当に別れる。いやほんまそう、カップルみたいな。いやそう空気になって、うん、最悪です。2人とも泣きながら、のスカイラックグループの皆さんいつもお世話になってます。すいません本当にすいません。2時間ぐらいね、うん、滞在してしまって、あれ踏まえてからまたどんどん分厚くなりました。またありがとうございます。次お願いします。コンビの関係性を一言で言うと、一言で、うわもうキショイとか、もう本当にもうこれですね。私はキショイとか、まあ、言われてもいいか別に。はい、せーの、はい、兄弟、白と黒。ちょええかこれ。何兄、なんで男兄弟の文字のあれいやまあ分からんけど、まあ、だ年が3つ下なんで僕が、あなたがね。そう、まあ、めちゃくちゃやりやすい。よく言われる、確かに、うん、兄弟みたい、私が姉ちゃんみたいなって、うん、お前弟みたいなみたいな、うん、まあ俺はそうやな、姉ちゃんも実際におるし、私は関係者コンビで見たらそのちょっともう真逆、真逆、白と黒ぐらい、うん、真逆だな、全てがっていう、うん、確かに性別も性格も、うん、もうほんと考え方、うん、好きなもの全部だから白と黒なんですよ。それどっちが悪いとかじゃなく同じぐらい強い、その確かに、それでバランス保ってるっていう。もう何かも、だから唯一一緒なんが話し合いするとき泣くっていう。もうこれだけ一緒。そこは人間。うん。ちょっと人間で。めちゃくちゃ人間。はい。ラスト。なんかボーリングみたいな感じで、この10問目だけなんか2問出てくるとかないか。ボーリング。それ、クイズ番組のとかじゃない。バラエティじゃなくて。マジでいいな。ボーリング。ごめんマジで。ボーリングの最後それなの。ボーリング、じゃボーリングなんかストライク取ったら最後バリ掘れるやん。バリ掘れる、あ、ほらもう一回みたいな。なんか銃でピンとこへん。いや、いい例えないかなと思って、俺2問目ぐらいから探ってた。もう今若い子やらないです、ピンとこないです。おい若い子とか言うなよ。じじいが出てる。お願いします。コンビとしての目標、はい。うわ1個、うわめっちゃ迷うなこれ。これはもう最終的ななのか、どんぐらい。いやまあそうちゃう、目標か1年単位か10年単位か。いやもうマジの感覚でいこうよ、自分でパッと思ったやつ。もう正直これ合うと思うな、マジで。まあね、見てる方も10問来るまであっという間やった、はい、いく？はい、はい、せーの、はい、M1 決勝、はい、最後に笑ってる。じゃあ、M1 も思ってん。書こうよ。やけど、俺結構ずっと言ってるけど、その ABC とか、まあ、細かいのももちろん、そう全部。しかもさ、ABC めっちゃかっこいいやん、なんか浴衣着てさ。浴衣着てあれ浴衣着れる番組じゃない。あれ浴衣着れる別に。ABC なんか私ら着らんし、ほんで新鮮席で着たいってこと。だから浴衣着てる人見えるし、兵藤さんとかリンゴ姉さんが着てるけど、でなんか最後そこに行きたいってこと。ちょうちんくるくるになってあれ今めちゃくちゃかっこいいやん。ちょうちんくるくる別に。しかもさかっこよないって。なんかその発表会の時もさ、
なんかこうかっこええやそのコントピンいろいろ出てる人らは もちろん憧れてますけど、そう出たいよ。だからそれもそうやし、で M1 ももちろん決勝行きたい、行きたいし、まあ、コントもしたいし、全然そのコンビとしていろいろ活動したいやん。でおのおのも好きなこともしてるやん、はい、おのおのな、うん、だからもう最終的に最後に笑ってるっていうのが、もう何言われてもそれコンビの目標こそ、いや M1 ただがそう ABC とかがやっぱかっこよすぎて、え一も、いや切ないな、切ない、あんかうせやんガストしか事実しかおってへんからでもあったやん、あのガストと喧嘩、喧嘩、あそうか2問810問中になんかあんまあったらあかん2問とかじゃんそれ、あそんなこともない、まあまあまあ、はい、これ2問って結構ひどいですか、ひどい方だそうです、ひどいんかい、まあでも逆に言うと3個だから白と黒だから本当に混ざらないから、うん、そんぐらい逆ということはやっぱでも正直あった方ですよ2問は、なんかニュアンスで結構合ってたらでも正直あった方、うん、その言い方が合ってへんかっただけで言い方は一生合わない、ニュアンスがじゃあ締めてください、ありましたということで、うわマジか、そろそろお別れの時間となりました、はい、ライブの告知などあればしていただいて、なんかあるんじゃん、いや神保町で、神保町、あーね英雄っていうそのブラゴーリさんとネイチャーバーガーさんがやってる、はい、もう男もう男っていうライブ、もう体張りまくる男を100人ぐらい集めてなんか絞った汁みたいなライブ、ね、濃い男のっていう成分のライブですもん、ね、のやつにゲストが土桜さん、うわここの男のVIP観覧席ってなんか俺一人だけ呼ばれてて、 VIP 観覧席、 VIP 観覧席っていう楽しそうじゃないですか、そうだからそんなんは、まあ、あるのと、あと6月にあのあれ大阪40期上京物語っていう、はい、10億円10億円と鉄人小町と僕らの、はい、まあ、3組、まあ、ほんまは大阪でもう1組ちょっといたんで呼びたいんですけど、もともとね全員大阪40期を、そうそうそう、それを出てるんで、そうなんなら鉄人なんかまだ来たばっかりで、うん、その集客とかさ、はい、ちょっとあれなんで楽しみ、間違いなく面白いんですよ、それだけちょっとほんま来てくださいな、自分のサインとかない、自分のサイン考えたやろ昔、書いてみてちょっと思い出して、その小学校の時テスト用紙の裏に書いて練習したでしょ、まあまあ正直それちょっと見てもらって終わろうや、うん、私も進化したバージョン、いやマジのやつだ、あの頃返したやつだ、はい、せーの、直樹ちょっと似てるちょっと似とんかい私これ進化した高学年になった時ちょっと、いや進化して、でも最初大文字かっこいいな、星最初大文字かっこいいということで次は誰が出てくるんでしょうか、はい、はい、楽しみにしてください、ありがとうございました。